野沢直子とは歩きたくないサンフランシスコ。おい、なんだよ、司会担当の、司会進行のトラ・フジョートです。そんなこと言われたくないんですよ。なんだそのアホアホカーボーイ。なんだその格好。アメリカのカーボーイギャングです。恥ずかしい、こんな格好。これさ、もらったんだよ、このカーボーイハットをね。スポンサーついちゃったのよ、うん、そう、知ってますよ、インスタグラムで、うん、あなた帽子似合ってるから、うん、うちのこの帽子かぶってくれって言われて。ちょっとここに入れときましょうか、その、なんだっけ、帽子屋さんの名前。入れなくていいでしょ。それでこの帽子いただいたんですよね。そうです。なあ、そんないいことある。いいじゃん。なんかさ、私さ、インスタやっててさ、私さ、すごいさ、まあまあさ、たくさんさ、フォロワーいるわけじゃん。4万何、5千とかそんな。いるのさ、一回もそういうことないの。どうして？なんかさ、うちの娘もさ、なんかさ、4万人ぐらいフォロワーいてさ、なんか結構さ、バッグとかさ、もらったりするので、これ持ってやる、写真撮ってください。なんだ、私、一回も来ないじゃん。それは。あなたは、フォロワー何人ですか？1200人じゃない。桁が違うっちゅう。その、40倍もいる。何をアピールしてんだよ。私も、何アピールしちゃってんだよ。私もなんか洋服とか送ってくだされば着るので、ここまで送ってください。どこだよ。古い。というだけでですね、今日はですね、なんとバークレーにまたもや餅ドーナツを食べに来ました。いやー、そうですね、なんとまさかの、私たちね、このサードカルチャーカフェっていうね、その餅ドーナツバークレーにある、売ってるところに何回も来て、それでそこの来てから、ちょっとあんまり美味しかったんで、このお店のね、インスタをちょっとフォローしてるんですけど、最近、こちらで、ワッフルを始めております。好み焼きだこれ。それでキムチワッフルにですね、キルピーマヨネーズ、そしてこちらがですね、グアバジャムの、出ました、グアバ、グアバジャムの、あとクリームチーズだよね、のソースがかかったワッフルです。ちょっと私キムチってさ、最初さキムチって言ってると思ったんだけど、
聞き間違いしてるのかなと思って。いや、これどう見てもキムチだこれ。いやほら、だ注文するときにキムチワッフルとなんとかワッフルありますなんて言って、え、まさかキムチないでしょと思ってて、でもこれ意外とさ、だって別にフラワーだから美味しいかもね。別に小麦粉だから。やだ、ちょっとそれで今日なんかあのトラさんがね、なんか大盤振る舞いで全部勝ち前だっつって、すごい言ってこんなに買ったんですよ。だって1個とか言ってチワチワって、何そんなしょべえこと言ってるの。いつもね、私がスポンサーだとね、1個しか買わないけど、1個のドーナツをね半分に分けて食べてましたけど、今日4個も買っちゃって、これ私これさ、ただこうやって見せるだけでこれうち持って帰っていい？これなんでおめんちもお土産なんだ。これ4人さ、ちょうど家族にさ貧乏か一家かお前。そうだよ、その通りだよ。でそれでなんか私たちがね、あの前にあのやったの YouTube のビデオが嬉しい嬉しいということで、こちらのお店の方がですね、ウベマフィンだよね、ウベ餅マフィンをなんとサービスでくれましたね。あ、ウベなんだ。ウベじゃねえんだ。ウベってウベじゃない、多分ウベだと思う。ウメかと思ってた。ウメかな。まあ、どっちにしろ梅か梅の分かってねえのかよ。なんか餅まひをいただきしまいました。嬉しい。さあそれじゃちょっととりあえずですね、あのこれやっぱちょっとキムチからちょっとやっていかないとダメでしょ、これやっつけないと。ちょっと思い切っていきたいと思います。はあ、おいしい。きたねそれそれをさここのオーナーの人見てんだから、その YouTube うまいどんな感じですか。キムチだね出たキムチじゃん。おキムチと、なるほど、うん、マヨネーズだね。おそのままじゃねえか、おい。あとワッフルだ。そのままじゃねえか、わかる。そのままですか。そのままじゃねえ、お前。おいしい。え、何この新食感、やばい。ていうかマジで味どうなんか言ってよ、ちょっとお好み焼き。キムチだよ。え、キムチダメだこりゃ話になってないこれ。ダメだこりゃ。カレーはどうしてか、もうはぁ、おいしい。キムチとね、お口についてんだよ。キムチと汚いんだよおめえ。キムチとキューピーマヨネーズなわけだ。それ分かってるよ。じゃあ別に普通のあそこにね、だからワッフルとそれはどうなんだって聞いてんだよ。合う合うね、これは。あ、合う、本当に合う。ダメだこりゃ。おいしい。なんかこう、ワッフルね。これ甘いの、それと。甘くない。甘くないワッフルなの。あんまり甘くないワッフル。なんか口についてるって。どこついてるの？マヨネーズが。もう。まあ。もうすぐ還暦。美味しい、これ。やば美味しい。全然伝わっていません。全然。いい感じで辛しくないし、誰もね。どれどれどれ、これも美味しそうだな。あ、これも美味しそう。てか大体ね、餅ワッフルが美味しい。で、そんなに、こっちはね、そんな甘くなかった。さて、こっちは。早く感想言え、感想。グアバだこれ。グアバとワッフルだこれ。おい、中島修行でグアバですね。はぁ、おいしい。グアバですね、ミスター。おいしい。あ、やばこれ、おいしいわこれ。ごめんなさい、これすっごいおいしい。謝ることない、私が。あ、なんか、この餅ワッフルが、なんかね、端っこがね、カリカリとしてるの、ちょっと。餅カリ。餅カリ。うわぁ。
幅ですね。もう、もうしない。ダメだこれ。はい、じゃあ食べますか。そう。あなたも。ちょっと幸せ。出た。今さ。出た出た。たまに世界で一番幸せだよね。出たな、出た。ごめんねみんな。こんなに幸せで。トラさんの試食です。あ、そっちから行くの？グアバから。俺嫌なんだこの人が人前で食べるのが。すっごいアップして本当にすっごいアップしてやる。うん、ほら美味しいでしょこれ。おい、どれどう、これ美味しくない？うん、アホアホカーボーイ。グアバだねこれ。グアバでしょこれ、うん、これ グアバだねって感じだよね。これはこの白いのは何なんですか？それクリームチーズって言ってましたよね確か、うん、クリームチーズソース。なるほど、おいしい。これこれグアバの甘みとね、グアバじゃないからグアバ、グアバの甘みとこのクリームチーズの酸味がちょうどいい。何食リポしようとしてんだよあんたのね、時間の無駄遣いだからうん、ちょっと人が食べてんの見てもよだれ出ちゃう。美味しいわこれ。美味しいでしょ、うん、ちょっとすごい勢いで食べちゃってんじゃん。ちょっとそのキムチのやつも食べてみて。キムチもいきますか。ちょっと美味しいからそのキムチもね、えって思ったんですけど美味しいんでしょこれが意外と。いただきます。うん何こぼしちゃってんだよ。うん、ね、美味しくない？これ、うん、これで、うん、美味しくない？これ、これお好み焼きだなこれ。あ、そう、お好み焼きのすっごくね、もっともちもちしたやつだねこれ。うん、これ生地が美味しい。これはビール飲みたい。ビールないんだよ。抹茶ラテ買ったんだよ抹茶ラテ。ビールないの？ビールないよ。ないのってなんだよ。ないんだよそんな。すいませんビール。ビール欲しいんだよ。はい、はいはい。これだけ。これ美味しいこれ、うん。ちょっと悪いけど。悪くないか別に。美味しいこれ。ビールに合うな。わあ。うん。ちょっとなんかもうこう餅。餅ドーナツ食べる前にこの餅ワッフルでね、うん、ちょっとすでにお腹いっぱいになっちゃいますよね。して抹茶ラテ。抹茶ラテで前回に続き、うん、あなた抹茶ラテ好きですね。お腹いっぱいなんですけども、ちょっとドーナツもね、食べに来たんで。ちょっとドーナツもちょっとね、でもまあ、まあ、こういうの別腹って言うからね。ドーナツ、何ドーナツだかさっぱり忘れちゃった全部。なんか、あ、抹茶のホワイトチョコレートどうしてこうしたって。これちょっとね、これちょっといきたいと思います。どうしたこうしたって。どうしたこうしたのやつね。ちょっとこの、前も食べてたこの抹茶のやつ美味しかったからね。もっともちもちしてる。おいしい。あ、ごめん、もう私また今宇宙で一番幸せになっちゃって今もうごめんだけどちょっと銀河系で一番幸せだわ今。おいしい。やっぱドーナツだね。味はどうなんですか？いやなんかね、ワッフルもいいいい言ってたけど、やっぱドーナツ食べるとドーナツだわ。ドーナツのドーナツのドーナツのレモンのねどうよ。あ、すごい喉越しがもちっとしてる。
やばそう。じゃあ、あなたも食べてくださいよ、じゃあ。これね、何ドーナツだったっけ、これ。それ何ドーナツ？キャラメル？キャラメル？うん。そんなのあったっけ、キャラメルなんて。ちょっと食べてみるから。やっぱドーナツ、美味しいわ、ドーナツ。これは、これ何だったっけ？キャラメルか。いやー、美味しい。甘い。あ、これは覚えてんだ、これ。これも食べていい？この、ね、全部いくんか。ベトナミーズコーヒー、ベトナムコーヒードーナツだ、これは。すごいボロボロになっちゃってますけど。ボロボロになっちゃって、なんかその、ちょっとこれちょっといきます。これはね、ベトナムコーヒー。ミス最後の味。うわ。さあ、それではここでですね、前回の火星さんの正解者の方を発表したいと思います。イエーイ。まずこの一番大切なね、これいつもね、最近ちょっと忘れがち。何火星さんだったかっていうのをね、うん、発表するのを忘れてしまっている。まあ今日はですね、それでそこから始めたいと思います。うん、前回はですね、一火星さんでした！イエーイ！盛り上がってんな、お前。ガラス。無理やりね。はい、一人で。まあ前回のやつね、ライブのね、やつだったんですけども、動画だったんですけども、まあ、一火星さん。まあ、今回はですね、それで答えてくださった方は ほぼ皆さん正解でした。その中から先着100名様選ばせていただきました。今日も京都ってちょっと読んでいきたいと思います。それではいきたいと思います。ケーキットさん、さっぱりさん、かよこさん、GD さん、青い空さん、奈々さん、K セナさん、わたまささん、KS さん、さくたく828さん、MK さん、ポポッポさん、ケリーパイさん、ユーアラさん、たまたまぴさん、ハンホスミスさん、アーユンさん、アイリミックスさん、エイヤマミチヨさん、本気でヒールザワールドさん、アースジャミロさん、ワンハンドレッドレスキューさん、KN さん、谷村高江さん、アマアマコさん、ノブコアナスタシアカヤハラさん、クッキーさん、マオリュウガさん、マミーちゃんさん、YS さん、のぞみ、希望、のぞみさん、ミカミカさん、ヤッコジャガーさん、レオン・ユウコさん、こちらですね、飯田真紀さん、興味さん、インナーバーグ・ジョッチーさん、これが、KXHUJMBSQWOYDTARONZLCNIGUFPH6E さん。誰それ。ユランマリモさん、エリコ S さん、カナカナさん、 R ノット K さん、マルボーさん、フヌフヌさん、ユウコ中山さん、タカコ高橋さん、ニムラヒロカズさん、サスケ月さん、コロリンレンジャーさん、里江森川さん、オーヘンホンさん、ナツさん、ミツ37さん、ミモさん、コウヘイタクさん、ババチャプさん、 MU さん、インコインコさん、GRCN04ACCCNGOJP さん、ナッツさん、カカポスマイルさん、ジュンコリバータインさん、コリントちゃんさん、シロマヒサヨさん、ベベドクターエイジさん、セレンさん、そしてハチミツレモンさん、テイラーナルさん、ババシャツトドさん、チザオさん、若林タカコさん、スポエタンさん、おもおもおもちさん、セツコグニングさん、ゾウリムシさん、赤い金魚さん、コユン404さん、ヤミーヤムさん、スミレスミレさん、マサさん、ヨネンミクミさん、
ヤムヤム D さん、ケコロさん、プリコさん、シェリーフォーシーズンズさん、バンビさん、さくらさくらさん、さくらさくらさんじゃないですか、ゴタさん、毎日サンフランシスコさん、ネコダネコさん、ラブママヤさん、ガミエさん、MJMJ さん、ココ S さん、パックラットさん、TKM キガー2013、アハッチチャンネルさん、ネコビオリクミマミーさん、コンチクワンコロリンさん、トバリトキエさん、以上です。以上この100名の方でした。おめでとうございます。今週はまあまあ普通かな、そんなに難しくないと思うので、今週もトライしてね。それではまた。なんかムッシュカモヤツみたいな風貌だな。なんだよムッシュカモヤツって。ギターを鳴らしてやつが来るチョイスの、ね、おじいの次はムッシュかちょ帽子がねちょっとねちょっとムッシュっぽいよね。いつもそう思ってた、うん、ギターを鳴らしてやつが来る、腰に手ぬぐいぶら下げて。